はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャルブレインマッスル高校、今回はルナちゃんを使っていきましょうということで、じゃあデッキの方から見ていきましょう。で、自分はね、ルナちゃんデビューガチャで、ルナちゃんを当てることができませんでしたので、お借りしておりますと。で、テーブルの方から見ていきますと、基本的にはサンバ新島ちゃんと同じテーブルになるのかな。35で固有がつきます。で、サンバ新島ちゃんも、通常の新島ちゃんと違って35でね、練習経験点アップの固有ボーナスがついているっていうところが、ちょっと強いところになりますかね。まあ、あと一つね、イベントも追加されているので、サンバ新島ちゃんの方が、少し経験点が伸びるかなと思います。で、コツの方がジャイロボール打球反応根性というところで、ジャイロボールと根性がなかなかいい感じですね。打球反応どうかな、敏捷ポイント使うので、ちょっと扱いづらいところはあるかもしれないですけれども、3つなんで回収もしやすい。ただブレインマッスルではもうちょっとだけあってもいいかなという感じはしますね。で、金徳の方が走者釘付けか、変幻自在、これは選べます。で、確定で確かコツ2でくれるのかなというような感じですね。では、そうか、やっていく前に他のキャラクター、今回ね、一応ビビちゃんを連れてきてます。自分はデビューガチャの、バナー確定枠がビビちゃんだったんで、ルナちゃんがねジャイロボールを持ってて、投手で、ビビちゃん入れるとハイスピンジャイロになりますので、骸骨をつかめるかな。で、ただそうすると二股になるのでね、そこがプレイマッスル的にはどうかなというところがあるんですけれども、投手はねどうしても電池のね数がね必要になってくるので、電池回収の目的でビビちゃんを入れてます。本当はね、お姉ちゃんを入れたかったんですけれども、お姉ちゃん自分持ってないんで、そうするとねルナちゃんお姉ちゃんコンビが、できないんですよ。で、なんでお姉ちゃんを入れたかったのかっていうと、ルナちゃんのね走者釘付けですね。で、走者釘付けって敏捷点めちゃくちゃ使うんですけど、ルナちゃんはね、敏捷点デートで38ポイント、40ポイント弱、くれるんですけれども、それだけだとねどうしても走者釘付けクイックのコツなしだと取れないんで、ちょっとねクイックコツを掴んで走者釘付けも取りたかったなっていうところはあるんですけれども、自分のデッキでは、ちょっとそれは実現ができませんと。で、あとは、いつものカオルちゃんのプラゴと、オリヘン用のアオイちゃんで、球速のナルミヤで、今回は北斗ですね。で、北斗は伸び骨しか持ってないんですけれども、ちょっとね球速骨がやっぱり欲しくて、入れてます。じゃ、これでやっていきましょう。まずは評価上げ変化球かな。で、ルナちゃん、デートの傾向は本当に経験点寄りですね。で、回復はねデート2回目しかないので、回復目的のデートはビビちゃんでやっていこうかなというところです。で、なんかうわ練習がしょぼいっていう時はルナちゃんとデートしていく感じで、で、クリスマスはどうかね、せっかくルナちゃん使ってるんでルナちゃんと過ごしてイベントを見ていきたい気もしますけれども、そもそもねビビちゃんは登場がちょっと遅いんで、ルナちゃんの評価を上げながらいきますか。そもそもいない、2% とかか、どうしようかな。こう無理くり練習する感じでもないしな、メンタルに人がいないっていうところもな。ここは寝ておくか。チュンチュンが怒ってもしょうがないんだけどね。もう本当にやることがないときって困る。コツとか全然来ないな。ここは変化球でいきましょう。でね、ルナちゃんはね新島ちゃんと違って星4つになる前にあれですね、告白イベントが起きますね。で、実はねルナちゃん1回、もう起きたね、早っ。ルナちゃんね1回使ったんですよ。で、使ってなんか途中で怪我してぐきったんですよ。ぐきってちょっとやる気がなくなってやり直しました。で、付き合いたいなら5億出せと、恐喝まがいのことを言ってくるんですけれども、じゃあ出しましょう。一応ルナちゃん的にはね本気じゃないんですけど、5億出せっていうのは。
いやでも5億出しても付き合いたいかっていう、実際ね、実際だよそういうところがありますね。まあ俺は、まあ、毎回毎回言ってるんですけど、ツンツンしてる子はあんま好きじゃないんでまあこれルナちゃんファンにね叩かれそうな気はしますけど、これはスタミナ、北斗とカオルちゃん上げていきましょう。だからまあやることないときはルナちゃんとデートしますか。で、わがまま王子はね本当に体力を回復してくれるんで、ここが嬉しいですね。でビビちゃんの評価も勝手に上がってくるんで、ビビちゃんはほっときましょう。葵ちゃん、そう葵ちゃんはね緩急骨を持ってるんで、まあ、変幻自在の骸骨もつかめると。で北斗の金徳ど根性ですね、まあ、根性も、まあ、カオルちゃんとかね、ルナちゃんが持ってるんで、まあ、これは別に金徳じゃないんですけど、どうしようかな。俺も政治家になるか。俺も政治家になるとか、こいつ何なの5億稼ぐだとかさ、政治家になるだとかさここで電池をゲットしましたので、ひらめきが発動してますね。ちょっと一応見ますか、どういう状況になってんのか。ビーチバレー、あ、打球反応のコツもらえるね。いいねいいねいいね。ま、今はちょっと評価の関係であんまり電池を使ってもしょうがないですよね。鳴宮も北斗も両方とも乗ってないんで。練習か、ここはね確実に掴んでおきたかったね。伸びはね5で掴みたいからね。ビーチバレー、あとはそうか、ひらめき練習で B 賞ポイント稼ぎたいね。で、ビビちゃんの告白も来ましたと。ここの研究室もよく見たらすごいよねこれなんだろう、ビビちゃんが全部作ったのかな自分で。まあ業者さんとかも入れつつだとは思うけど。いやちょっとさ、ルナちゃん相手にさ二股するのもかなり怖いよな。うおコントロールにいる二人がちょっと怖いなこれは。ちょっと敏捷ポイントが入るやつを見ましょう。まあ基本的にはあれだよね、守備系だよね。柔道受け身練習3人か、これちょっと取っときたいね。守備北斗があれか、練習にいないけど、よしこれで敏捷30稼げるぞ。でビビちゃんとルナちゃん、まあ、特にみんなタッグを組める人誰もいないし、やっときましょう。ビビちゃんもね結構評価上がってるね。今どっちが評価高いんだろう。ビビちゃんの評価がどんどん上がっていく。柔道受け身練習、よし敏捷30。いやーそれを考えるとね、やっぱり走者釘付けっていうのもね、もし取れそうだったらね俺が掃除するよ。これにするとね確かチームメイト評価が上がるような。よしよしよし、いいね。でタッグが組めるようになりましたと。守備殿か、ただな鳴宮のコツがあるんだよね。3人ここに固まってくれれば嬉しかったけど、敏捷を取れるっていうのはでかいけどやっぱコツだよな。でまだあれだよね、揃える必要はないと思うんで。おい練習かよ敏捷ポイントもらった、やった。で葵ちゃんがねちょいちょいね削ってくるからね。であとは変化球ポイントが、あでも126か。マリンボールがあるとして、スライダーとカーブでいっか。さて微妙な体力量ですね。ここはデートしましょう。あ
ビビちゃん投票か。デートした、まあいいか。ルナちゃんとデートしても練習できる体力量までは戻らないかな。ちょっとわからん。よし、やってみましょう。まあ体力削り系が少し多い気がするかな、この編成は。27とかはね、お、採点してくれる、102点。まあいいか、監督評価が上がってくれるのは全然いいでしょう。2人だからね、2人は別に合わせる必要はないんだよね。ちょい回しみたいなのをする。パワーヒッターのコストとかさすがにいらないからな。打撃をね合わせようとすると、ビビちゃんで合わせないといけないんで、それはね相当無理なんだよね。敏捷ポイントだよ。だから敏捷ポイント、今は守備がわりかし揃ってるんで、エアホッケーって別に敏捷くんないんだよね。守備4だけど、闘牛、守備守備守備、メンタルメンタルか。これちょっとやってみる。守備守備守備、メンタルメンタルか。ビビちゃんをちょっとやんないといけないか。2つか。待って、あと何ターン。あ、シャッフルまであと1ターンか。まあいっか。そうするとこのまま置いておきますか。打球反応取ろう。緩急は取れない。あとはカチューンは取っておくでしょ。対強打者も取れるときに取っておきたいね。投手はねやっぱりちょっと厳しいね。これはルナちゃんとデートだね。ルナちゃんの方が下にあるから、連打してるとビビちゃんになる。そう、ここはあれだよね、パワープロ2016のアマゾネスのグランドと同じ背景ですね。おーい。体力か。自然回復で練習できる分だけいくかなって思ったけど、これはちょっと厳しいね。うおー、また下げられた。北斗のコツがあるな。やりたかったけどな。ルナちゃん、ちょっとルナちゃんとデートをして回復イベントを起こしておきましょう。またここか。中学以来。あ、なんかエンジョイしてるのね。いや別にエンジョイしててもいいと思うけどね。和太鼓ミックスされたからね。今どういう状況なんだ。なるほど、合宿がちょっといけそうだね。あー、ビビちゃんか。ビビちゃんもね、変化球に持ってくのはこれ超きついんだよ。彼女キャラはね、こう野手の練習も入ってくるっていうところがね、ちょっとね電池の消耗率がね激しいんですよね。まあ、だからね、野手だと新島ちゃんを入れて、まあ、投手だとルナちゃんを入れていこうというのが主流になってくると思うんですよね。さてさてさて、どうする。これを鳴宮球速球速にする。ここにコツがあるからね、球速球速っていうのもありかもしんないんだけど、合宿もねいいんだよね。さてさてさて、どうしましょうか。このまま鳴宮で行った方が確率的には高いのかな。一応ここら辺は止めておきますか。いやー、ビビちゃんが変化球になったらな。ちょっとコントロール、日の輪くぐり、いや、ちょっとあんまりね電池は使いたくない前半で。とりあえずひらめきが発生したので、それでいきましょう。練習ばっかだな、お前らなぜコツをくれない。今はコツ不足なんだ。しかももうマリンボールが進んでいる。やばいぞこれは。マリンボールが取れない恐れがかなり高くなってきたな。で2人、あ、メンタルに来てるね。これはちょっとカオルちゃんにしよう。もう1だけ上げられるかな。
で、メンタルで休んで、カオルちゃんからコツをもらいましょう。もうね、勝ち運は掴んであるんで。よし、コツ。根性、OK。これは？やる気が下がるのか。で、さらに喧嘩が始まった。ふざけんなー、マジで。コツコツコツ、もうとにかくコツ、変化球ポイントがゼロ。そうだ、緩急取りたかったけど、葵ちゃんのイベントが進んでるから。またかオルちゃんのコツか、これは掴んでおこう。変化球をちょっと練習したいね。よし、あ、そっか、緩急あれだ。掴んであるんだ。でもまあしょうがないか。で、さらに1人、スタミナって重なってもさ、どうなのっていうのがあるからね。ビビちゃんとデートをしましょう。今はどっちが評価高いんだ、マジで。で、ビビちゃんはこれで2回目ですね。意外にデート進んでるね。まあ、葵ちゃんマジ削りすぎだよ本当に。で、守備に北斗がいる。1人、スタミナは2人、変化球には誰もいないんで北斗からもらっておきましょう。で、次12月の3週で練習したいんだけど、体力量的にどうかな。球速をつかみました。で、これも体力削られるかな。削られるね。怪我しにくさ、よし。で、変化球に3人いるんだけど、この体力量は無理なんだよね。で、アイテムもね、今回は二股なんで、やっぱりね、恋愛のお守り、ビビちゃんの強化上げに必要だと思うので、持ってきてるので、回復アイテムは持ってきてないんですよね。で、ナルミアの金徳ですね。ここはやる気が下げられるのかな。でも次クリスマスだから、ここでやる気が上がるかな。ビビちゃんですね、クリスマス。まあ、これは彼女キャラの方がやっぱり点数は高いのかな。ルナちゃんだとクリスマスどれだけ手に入ったっけ。まあ普通に40、40、40、ビビちゃんはくれるんで。コントロールに2人、変化球にルナちゃん、どうしようかな。変化球ポイントが全然足りてないな。ビビちゃんがメンタルになってんのか今で。コントロール1回回すか、1回でどうなる。どうにもならない。どうにもならないね。ちょっと何かを発動したいな。激流川下り、よし、これでいこう。で、ここはルナちゃんの方に行きましょう。で、コツをもらってジャイロボール、よしよし。ちょっとずつコツが回収できてきたかな。で、北斗くん、バターか。で、激流川下りでバント封じももらえるから、ここで大吉が出ればね、体力回復できるんで、また練習ができるんですけど、頼む。運勢はやったー、大吉だー。ビビちゃんを踏み台にした甲斐があったぜ。変化球、あ、ビビちゃんか、3人いるけど、ナルミアのコツもな。奪三振はね、やっぱりね、掴んでおきたいよね。で、ちょっと先に緩急を取ろう。緩急もここまで来たか。楽だな。で、キレも敏捷ポイントがあるから、これそうだね、ど根性取ろう。リリースももう潰しておこう。ジャイロボール取るでしょ。あとは対強打者ももう1で取ろう。これ、ナルミアも持ってるからね。
で緊急当番も取るでしょ、でバント封じも取るでしょ、よしここでだいぶ電池が稼げたな。でどうする、変化球を揃えるか、鳴宮のコツを電池を使わないで狙いに行くか。投球の神髄、ちょっと待って、投球の神髄、回避投骨とか無理だけど、鳴宮か。うんー、7個か。狙いに行きたいっちゃ狙いに行きたいな。球速骨が来てるから、筋力ポイントをね、わりかし節約できると思うんですよね。行こう、もう狙うときに狙おう。ちょっと待ってね。あと何ターン？あと4ターン。まあ、ひらめきが発動したから、とりあえず今回はこれで行こう。今回はこれで行ってコツだな。奪三振はないとちょっときつい。奪三くれ、タイピン悪くはない。まあ、体力はね結構あるからね。どう、うん、順調順調。で知恵の輪と変化球ポイントをもらって電池7個で、カオルちゃんのイベントが進んできましたね。まあ、カオルちゃんはね経験点をめちゃくれるんで、よしよしよし、ありがたい。急速にカオルちゃんがいる。鳴宮は本当に奪三振が欲しい。とりあえず電池が回復したんで回すか。ほい、コントロール、ちょっと待ってね。あと何ターン、あと2ターン、あと3ターン。ちょろ回しをしつつ、ねここはね、ここも美味しいんだけどね、ちょっと鳴宮かな。一応コツ、タイピンはね3だときつい、3だときついからこのままいきましょう。一緒に練習で、けん玉、確かに技術は上がりそうだ、けん玉は。で、カオルちゃん、これは回復の方じゃなくていいですね、経験点を取りに行きましょう。よしよしよし、ポイントをくれる。で、北斗がいますね。さて、もう一回ミックスをしてちょろちょろ回していきましょう。だから、鳴宮なんだよね。鳴宮が変化球になればいいのか。急速。ちょっと待って。あと2ターンでしょ。北斗、練習して、ま、体力を回復しつつ、コツをもらうと。よし、ありがとう。で、ボールジャグリーン。これも50ポイントくれるのか、結構でかいね。カオルちゃんが一気に進んだな。復活はね1と3で全然違うからね。よし、3で掴んだ。でちょっとミックスを見よう。空気質がね発動してるけど、どうしようかな。11個か、解凍骨だからね。メンタル、スタミナ、メンタル、球速、行き来してるな。スタミナ、コントロール。すげえ電池使うな、ここですげえ電池使うな。球速、ピンポイントで来ないね。いやマジでピンポイントで来ない。いやー、ハマったのはハマったな。すげえ使った。カオルちゃん球速か。どうしようかな、足りないんだよね、そもそも変化球ポイントが。いやー、回復しつつ、でも次バレンタインだからな。いや、こっちにしよう。体力を使っておきましょう。王宮の神髄。いやでもさ、解凍骨2でね取ろうとするとすげー使うからな、経験点を。で練習場所が変わりましたと。北風と太陽、これはね
上にするとルナちゃんの評価が下がるんだけど、経験点がまんべんなくもらえると。で太陽にすると精神がいっぱいもらえるのかな。で今回はね復活とかねど根性があるんで精神ポイントをもらっておきましょう。さて精神ポイントをもらったところでカイドウ257の194とか、いやきつい、それはきつい。まずは復活、うん、いいねいいね、これくらいだったらまあなんとか取れる。あともう直撮りできるのがないよね。内角とか余裕があれば直撮りしてもいいんだけど、そこまで余裕がないからな。タイピンをね取らないといけないんで。42の56ってことは、まあ、100くらい使うってことか。1回置いておこう。で特に何もないから見ておくとどういう状況。ビビちゃんが肩になってんのか。2月の1周、やることないといえばやることないね。ここはちょっとルナちゃんとデートをしましょう。まあ、バレンタイン前だからね体力は減っていた方がいいんで。あそうだ、勝負だ勝負。ここで勝てばタイピンが手に入るんだ。ここは勝ちたい。タイピンは4になったらもう掴んじゃおう。そうするとただそれにはここの勝負に勝つことが必須だ。なぜかど根性が発動してる、よくわからん。ジャイロボール、あそうそうそう、ジャイロボールね投げるときにね青い炎がもわーってなるんですよ。それであジャイロボールだっていうのがねわかるんですよね。そこがちょっとねジャイロボールの欠点かな。だからキバと対戦するときってキバが変化球投げた後に青い炎がボワーってなるとあいつジャイロボール持ちなんで、ジャイロボールっていうのがね見破れるんですよ。ジャイロボールっていうかまあ爆速ストレートなんだけど、あ爆速が来るっていうのがね、まあ、対人専用ではちょっときついっすよねジャイロボールで。ハイスピンジャイロを持てば確かなくなるっていう、その青いモアが、これいいよねルナちゃん。18 18 37 37ってすげえ経験点もくれる。よし変化球に来てる。これどうしよう、ダブルにしたいな。ナルミヤ、ナルミヤでいつもハマるな。ちょっと変化球系を上げておきたいんで変化球合わせるか。ビビちゃんメンタルにしとこう一応。で球速カーリングになってるか。これであとこう結構無駄に使ってるな。使う場所かって言われるとちょっと微妙なんだよね。4人タックとかが来た時にまたデッチがねーとか言い出すから。でただ変化球はやっぱりね上げておきたいのよ、マリンボールのために。33か、44くらいまで上げときたいね。よしこれで33まで、これあ敏捷ポイントもらった、やった。流体力学講座、これで100になったけどまだ無理かな。変化球今度は葵ちゃん、ルナちゃんがいる。ルナちゃんは全部掴んだよね。ってことはだよ、ここではさすがに電池が使えないから経験点的にはなんかどっちもどっちだな。まあ葵ちゃんがね変化球ポイントの基礎ポイントアップがあるんで結構伸びてるんですけど、ワンタックでも。どうするこれ。いや電池はないでしょう、電池4個しかないからね。ここで使うのはないな。タイピン掴んどこう。あとは牽制とかも取っちゃっていいかな。何気にあれだよね、敏捷ポイントあるよね。いや64あるけど走者釘付け取れるか、ちょっと取っておくか。ここはルナちゃんと練習をしよう。で変化球ポイント、あそうか38か、兼彼女キャラ来た来た、取れるかこれ。33だぞ、五分五分っていうところ。いや超適当だけど、投げろマリンボールクククーみたいな感じになると綺麗になるんだよね。クク、おーし覚えた、体力をがっつり持ってかれたけどしょうがない。
やー、葵ちゃんもね、まあ、変化球を上げられるんだったら全然こう安定してマリンボールを覚えられるんですけど、変化球がねちょっと上げられない状態だと厳しいですよね。球速3かコントロールとりあえず C にしておこう。精神かちょっと足りないのは。ここはお任せしましょう。北斗出番はなかったとかやばいぞこれ。出番がないと監督許可が上がんないからね。今監督許可どうなの、ちょっとまずくないか。体力ないけど、3人いるね、3人いるけど無理だよ。こういう時にねやっぱりドリンクとかがないときついんだよね。デートでビビちゃんとデートをしましょう。ただねビビちゃんとルナちゃんこれ両方ともカナデートがあるんでね、そこがちょっとあれかな。よし体力を戻して、で鳴宮奪三振がないとドクター K は厳しいからね、取っておきたいよな。まあ、鳴宮もねちょっとコツは多めなんで、奪三振かぶせないと他のキャラでなかなか回収が安定しないですよね。また変化球に来てるけどルナちゃん1人、ここはカオルちゃんで変化球のコツが来てますと。さてまたちょっと体力が危なくなってきたね。あここで電池をくれる、よしよしよし、すげえありがたい、これはありがたい。でまた体力回復した分が削られてったな。しかし監督評価が上がった。鳴宮1人 21% か 13% とかはかなり無理だな。無難にお出かけをして自然回復で1回練習できる分には乗るかな。ルナちゃんこれで4回目だっけ。で経験点をくれますと。いけ浮いたか。いやドクター K もな3が良かったけどな、しょうがない。うわ体力がイベントでね結構削られるね、3人いる。こういうところをなちょっともったいないよね。ビビちゃんで回復しよう。これがビビちゃんは4回目だっけ。まあ、3月の3週だからね、まあ、デートが詰まってるわけではないんだけど、もうこいつの筋力練習的なやつがいっぱい起こるね。体力がほんと体力が奪われていくな。全然最近練習してねえな。でまたもういいやデートしよう。ビビちゃんを終わらせる。これでハイスピンジャイロを取ってまた電池を1個補充しましょう。よしよしよし、とりあえず戻したぞ。でかなり掴んだ、ありがたい。でこれはどっちもいいや。技術精神で、もう4月か、監督評価だね。やっぱり監督評価が気になる。97しかない、2回くらい追っとかないと厳しいか。一応変化球マリンボールを上げましょう。333かこれで。で筋力がわりかし溜まってはきたね。筋力がわりかし溜まってきたけどコツ3だからな。まだここは特にやることがないので普通にカオルちゃんと変化球練習をしておきましょう。あハイスピンジャイロ取ってないな。
改造しましょう。頑張れビビちゃん、体成功休息、よしよしよし。でメンタルに青いちゃん、おお、コントロール3人か。変化球変化球変化球って、これみんな変化球に来てくれよ。鳴宮とか得意練習率アップ持ってんじゃないのか。ちょっと待ってね、まあ、メンタルは練習しないんで今回。葵ちゃんも変えちゃいましょう。コントロール3人はちょっと合わせたいね。あ、でもビビちゃんメンタル にいるのか。メンタルをまあ、いっか、10個変えよう。いやこれさ、1回目でさ誰かコントロール来てくんないと困るんだよね。うわこれもマジハマるな。ちょっと待って、ただフライングディスクとかいうのが発動してるぞ。もう今これフライングディスクにしよう。ちょっとハマりそうな予感がしたんで。でまたちょっと電池だね、電池、電池の補充をしないといけない。伸びもな3だからな。ハイスピンジャイロ、いやドクター K コツ1で取るのは無理だよこれ。これは無理。鳴宮くんマジでコツをください。あビビちゃんがいるから体力の消費が少ないね。それは助かる。あそうか、あと井戸端がいつ来るか。来るなら早めに来い。フライングディスクって何そもそも。あ、敏捷ポイントが手に入った、やった。でコツが来てる。これは北斗取っておきたいね。北斗は取っておきたい。変化球守備か、どうするかな。ムーンサルトっていうのもちょっとありだな。ムーンサルトを狙いに行くか。あと2つか。ビビちゃんがな、やっぱり。あ、変化球揃ってくれた、よし、ありがたい。ビビちゃんが変化球揃ったのはでかいな。あと1人 OK。 とりあえずこれで変化球ポイントを稼ぎに行きましょう。で北斗くん、ま、球速コツでも伸びコツでもどっちでもいい。よしよしよし、ちょっと球速を上げてきますか。ムーンサルト、これでキレも取れるね。敏捷ポイントはあるからね。でスマホ共感アプリってこれ体力削られるっけ。結構いい感じだよ。あ、結構いい感じだよになると体力は持ってかれないのか。でキレがいけるねこれで。敏捷ポイント68か。取れるか。クイックが46、めっちゃ必要じゃん。めっちゃ必要だな。いややっぱりクイックコツが攻めてないと厳しいか。ちょ、球速を上げられるとこまで上げたいな。145まで上げとくか。でこの体力量だったらな、今全然変化球に来てないってことでしょ、光ってないから。デート終わらせますか、ルナちゃん。で、ここで光る鉱石みたいなの、金を掘りに来たの。たくさんの努力が必要っていうのが変幻自在だっけ。で時間は限られているが走者釘付け、走者釘付け狙えるか。結構重たい金徳が今回あるからね、街道っていう。無難にしとく。でも敏捷ポイントがねあるっちゃあるんだよね。時間は限られてる、そう、37敏捷ポイントをもらえるんですよ。で走者釘付けが2、あとはうまいこと敏捷ポイントを稼げればいいんだけど、ここは回復しよう。行ってあげてカオルちゃん、行ってあげて、体力回復したいから。よしよしよし、でかいでかいでかい。で特に固まってないから鳴宮奪三振取りたいね。ちょっとあと何残ってんの。タイピン打たれ強さか、対強打者投手ね。投手も直取りできるか、いや
ついな。100いくつ使うっけ。180は無理だ。で走者釘付け、いや厳しいね。120も敏捷ポイント使うんだ。まあ、技術も使うけどさ、打たれ強さもちょっとな。精神が余ってるわけじゃないからな。これはもうかけるしかない。脱散、なるみは脱散、よし来た、三振来た。で、ビビちゃんのこのイベントは特に今体力はマックスなんで、あれ上があれか、体力回復だっけ。来た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 、ビビちゃんを戻さないとな。ここでルナちゃんがいるね。ルナちゃんが戻せるね。とりあえずちょっとミックスをしましょう。3人いるからコントロールで止めておいて、来たね、コントロール、よし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 。でコントロール、コントロールにして、ナルミヤ、ナルミヤ、ここはコントロールになったね。ナルミヤ、ナルミヤ、ナルミヤマジハマってる。ナルミヤ、メイちゃん、お前のために電池何個使ったと思ってんだ。来たー、よし。3人、よしよしよし。ルナちゃんの評価が7、あとは普通に練習してればルナちゃんの評価戻るはずなんで、ビビちゃんだね。まあまだ5月だから最悪1回普通のデートをしておくっていうのもありかもしれないね。こういうところでやる気を下げてくるのもサバゲー。あ、マッサージ、ちょっとでも体力回復したい、頼むぞ。よし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 、いいねいいね、効く気持ち悪いなこいつ。でコントロールに2人、ただコッツが来てる。ビビちゃんがいるね、かつコツがある。コントロールに2人か、これもでかい、超悩むぞこれ。まあ、カオルちゃんをねわざわざ変化球に合わせるかっていうと、ビビちゃんだからね、2人いたらやってもよかったけどな。これ評価を戻そうか。うわ、100ポイントはでもでかいよな。伸びはでもまだあれだ。奪三振3で取っちゃう。いや5にしたいよな。置いとくだけ置いとこう。逃げ球取るか、せっかくだから。で電池の数的には5か、まあ、逃げ球のあれも考慮して。いやーどうする、ビビちゃんの評価か。いや100はでかいよな、100はでかい、技術100はでかいよな。こっちにしよう。でやることがなければ1回ビビちゃんとやっぱりデートをしよう。普通に普通デート。で電池をゲットして、さらに、おお来てるね来てるね。北斗コツ頼むぞ。でルナちゃんは完全に OK、 練習か、まあしょうがない。でちょっと待って、もうなんだかんだで6月になるぞ。監督評価がやばいねこれ。6月中は監督を追わないと無理か。いやいやいや、待って待って待って、監督104はでもきついだろう。90、100くらい入るか。いやーこれででもね、試合に出れないとかなったらな、相当きついからな。ちょっとコントロール関係は取ったから、コントロール3つの、スタミナスタミナか。6月の1周、まあまだ来るかもしんないからね。でもこれもでかいからな。ビビちゃんいるしね、やろうこれはやろう。でビビちゃんいるから体力の減りが少ない、いいね、よし、かつラブパワー、これでビビちゃんも戻したね。そんな疲れることなんてやってらんねえよ。普通のトレーニングで、監督1人しかいない。120必要なんだよね、監督自身も。これはしょうがないよ。監督追加、そろそろレギュラー定着もありか、頼む。もうラブパワーの恩恵ゼロだったな。でいない、監督がいない。どうするこれ。
6月の4週、7月の1週を練習して監督の評価があればいいのか。いや待って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 、悩むな、すげえ悩むな。ここをダブルを揃えに行くのも、そうか、電池をそもそも使っておかなきゃいけないのか。一応電池を使って決めよう。じゃあ電池を全部使って決めよう。あ、間違えちゃった。これは練習に合わせよう。はい、ルナちゃん、ボールでバスケみたいなのが来てるね。まあいいや。他には合わない。ビビちゃん、あ、そっか、球速か。で変化球があったね。でリリースコツは取ってあるけど、カーリングがそれなりに経験点もらえるか。20がそれなりじゃないね。全然それなりじゃないね。使おう、もうこれはちょっと、むしろ外れちゃったよあれが。あ、夏合宿とかねあったけど、ここはやろう。はーい、怪我しました。 7% やばい、やる気が下がった。まあここで、うおー、そっか、体力が下がるのか。監督さんが守備か。ここはちょっとお出かけで遊ぼう、やる気を戻そう。カラオケで監督と練習をしないとちょっとマジでまずい。てか技術ポイントがすっげえな。技術ポイントがさ、すごいけどさ、精神が足りないんだよね。こっからカオルちゃんが精神に来てくれればいいんだけど、確実に勝ちたいんだけどな、確実に勝ちたいんだけどな。ここはサクッといくか。頼むぞ、球速、筋力も少ないね。変化球があれか、ちょっと待って、技術が異常だな。伸び3で取っちゃう。筋力足りてないんだけどな、全然足りてないよね。あ、これか、クイックを2段階取っておこう。で15必要なのか。やっぱクイックコツがないと厳しいね。で技術だけやたら使うやつ、あ、あれだ、なんだっけ、低め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 、どこ、うん、低め取ろう、直取りしよう。これはこれでまあだいぶ技術をさばけたかな。精神ポイントが足りてないから技術余りにもなりそうだね。お待たせいたしました。街道は厳しいかな。もういきなり撃たれてるよ。まあただタイピングがあるから打開なんて持ってんだこいつ。打開されたらやだな。ゲー撃たれた。危ねえ、取ってくれた、すげえありがたい今の。なんかガンガン振ってくんなこいつら。三振を取ったか。そして選球眼的に見極めてくる。振れよ、よしよしよし、押し点を取ってくれてる。これやだよね、このノーアウトっていうのがさ。もうストライクは取りに行こう。インフィールドフライ、もうガンガン攻めていこう、ガンガン。え、落ちるの今の、今ボール球だったよね。このボール球は、うお、あぶんね、頭上を越えてたらヒットになった。こいつら意外に打ってくるな。よしよしよし、なんとか抑えた。あれ待って、俺さ、スタミナいくつ、スタミナ F じゃん、よく考えたら。しまった、全然上げてない。復活してくれマジで。復活の条件って何、復活するときは勝手に復活してくれるのかな。いやこれは投げきれないぞ。あー、葵ちゃんに変わってるね。ちょっとスタミナか。いやかといってさ、だから精神ポイントが足りないのよ、精神ポイントが。メンタル、うん、変化球にも来てるけど、これはもうメンタルだな。
とにかく精神を稼ぐ監督もありがとうございます。でそこから葵ちゃんの変化球ナルミア、あ確かにね球速欲しいんだよね、まあ、体力自体はあるから全然いいと思うんだけど、さすがにスタミナうおー減るー、減る D は欲しい。先発するからちょっと待って、だって復活があるからさ先発にしないといけないよね。イエーイ、いろいろとここに来てスタミナの弊害が出てきたな。ここまでや D に持ってけねえ、質問も復活を持ってる、何中継ぎキャラとかにする、それ意味あんのいやこれは上げられないわ。でここはちゃっかりいきますか。でマリンボールは上げられないか、取っとく、また技術だね。対左とか取っておくか、直撮りで。っていうかあれだな、普通にコントロール上げればいいんだ。はい、いや復活持ちの中継ぎか抑えにするか。じゃあちょっと不本意だけどね。うわ点取られてる、能見くん。ここは普通にミートを開いていこう。さて一条、これはちょっとか。とりあえず点を稼ぐ、稼げるだけ稼ぐ。山根くんいいね、いい能力してるね。ミートビーパワーし、もう走力なんていいよ。こいつコントロール G か、金井君入れてくるね。ちょっとこれは無理、さて振っていかないと。おお怖い怖い怖い、際どい。嫉妬、よしよしよし、うまく嫉妬を捉えた。いつもミスるけどね嫉妬って。さすがコントロール G の嫉妬率は半端ないな。ボール完全なボール球、カウンター2ボールのストライク。オーケーオーケーオーケー、点どんどん取られるねヒット17本打たれてんだけど、全部で打たれすぎだろ。何本打たれたの、被安打10いやすげえ経験値低いわ。まあ、ピンちゃんとかの方がねいいんだろうけど、打たれるときは打たれるからね、ただ自分でも。変化球ゲーこれはこれはやりたいね、やろう。で8月甲子園での練習をどうするか。球速 18% 北斗か、一回愚切ってるからな。まあ愚切ではないんだけど、伸び骨やっぱり欲しいよね。解像骨を取れるほどの筋力ポイントが得られるかっていうと、それはそれでまたちょっと危ないんだけど、やろう。ダメかいや怪我するね、やる気が下がってしまった。そもそもスタミナがないのに。そうか、スタミナがないからわりかし早く変えられちゃうか。いやーまあ2回怪我したのが痛いね、まあ、それは俺のせいなんだけどさ。よし、しまったゲッツーだ。矢部君、矢部君は狙ってく、ミート小さいけど篠塚、なんで俺ここにいんのなんで俺2番バッターなの、意味わからん。ブレインマッスルってそんなに打者不足してんの。ここら辺は別にいいけどさ、3番4番5番もいいんだよね。アベレージヒッター、よしよしよし。さあここで一条くん、うわーこれは打ち取られたな
ノーアウト、確かに小西くんの能力はしょぼいね。やる気がなさすぎる、特にやる気がなさすぎる。えっひどくない？ミトジとか小さすぎだろ。ほらどうだ、とりあえずは抜けた。悩んだ、矢部くんここはちょっとミート開いていこう。そうか、やる気が少しないのか。これは上がったな、結構チャンスくるね。まだ周遊か、ちょっと周遊のうちに点を取っておきたいな。おお取られた、マジか、やられたね。これは負ける可能性があるぞ。ハードラック、ハードラックの大貫君、ハードラックって何何が起こるの。これはボールか、これは入ってくるね。三振までついてんのか、お前よーし、よくよく打った。初活に変わったか。これはうまく合わせたけど、よしよしよし、鳴宮君に勝ってる。悪気打ちなんて持ってたこいつ。いやー、みんなで勝ち取った勝利だ。さて、これもメンタルをやるしかないよね。で次激闘第一か、これ打ってこう。もうねちょっとね2回怪我してるからね、経験点を狙いに行くっていうよりはサクサクっと進めていきましょう。2点取られてる、何もこともなく終わりそうだな。ホークト CC いけるな、狙え。うおスプリット、あっぶんね。スプリットは本当やだ、だからよし、とりあえず1点だけ返したか。沼田くんパワー G でなんとかなんとかするしかない。無理だ、パワー G じゃない、ミート G。 あ来た、誰、山根くんいけるね。うわ際どいよ、今のはちょっと際どすぎだよ。山根くん、うわー切れたー、山根くん、ちょ今の危なかったな、ボール球だったよね。山根くん、うお超いい守備を見せられた。負けたか、いやー本当にね、ピッチャーはね試合がねめちゃくちゃ厳しいよ。2位、まあ決勝まで行ってなくて2位だったらいいでしょう。いやもうダメだこれは。とりあえず中継ぎ抑えにしとこう。もうでエピローグは2つくれるはずなんで、っていうかさ、ルナちゃんはさ、あの新島ちゃんみたいになんかマイナスのポイントあんのかな、エピローグポイントくれないとか。とりあえずもらっておくでしょ、大丈夫だよね、まあ普通のエピローグだよね。うんいいねいいね、変化球ポイントいっぱいくれるし、尻上がりもくれるし、尻上がりって確か取ってなかったよな俺。あでも先発じゃないから意味ないといえば意味ないのか。まあこんなもんでしょう、今回はねちょっといろいろあったからね。おわ技術が余るわこれ。変化球、変化球はスライダーとカーブとマリンボールでうまく使った感じですね。であとは技術か、これ超スローボール取る、そうすると超スローボールとかね本当は俺いらないんだけどね、まあ取っとこう。チャレンジ用にね超スローボールのあれがあるから、カイド取ろう、もうこれはせっかくだから。うわ走者釘付け忘れてた、敏捷ポイントが足んないね。無難に変幻自在にしとけばよかったな。であとは筋力が足りない、マジで技術だな。あードクター K が取れなくなっちゃった、何が足んない、変化球か、しょうがない、超スローボールだって10しか使わないからね。
それを考えると、あとはじゃあコントロールを上げますかと。もう一回コントロール上げる。で、あとは球速上げて、やっぱり技術余りになるね。コントロールにね、結構固まってたからね。まあスタミナ上げて、パワー上げて、というような感じですね。まあ最近全然ね、抑えキャラを作ってなかったんで、まあ復活とかね、ど根性とかここら辺がね、あんまりこう中継ぎじゃなくて抑えの金徳向きではないのであれですけれども、まあどうかな。まあルナちゃんね、今回敏捷ポイントを取れなくて、走者釘付けは、走者釘付けとかね取れなかったんだけど、クイック持ちがあればブレインマッスルはね、ちょいちょいひらめきで敏捷ポイントとかも取れるんで、まあもしかしたらいいのかもしれないですね。そう考えるとやっぱおねちゃんだね。ブレインマッスルだとおねちゃんで電柱をもらってクイック骨も掴んで、ルナちゃんから走者釘付けをもらうと、そういうのはありかもしれないですね。でそうするとおねちゃんかルナちゃんをどっちかを自前で持ってないといけないっていうのがあるんで、自分はちょっとね試したいんだけど試せないですね。この編成ちょっとやってみたいなというのが、まああるんですけれども、まあおねちゃんをねもし手に入れることができたら、ルナちゃんを借りてやっていきたいと思います。というところで、今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。